新型コロナワクチンの3回目の接種時期について、村井知事は2回目の接種から8ヶ月ではなく、6ヶ月とすることに前向きな姿勢を示しました。昨日開かれた全国知事会との意見交換会で、日本医師会の中川俊夫会長は3回目の接種について、オミクロン株への懸念から、接種体制が整った自治体から、柔軟に前倒しすることも考える必要が出てきたと述べました。 意見交換の後、取材に応じた村井知事は、オミクロン株がまだんだん入ってくると思いますし、また日本国内においても新たな変異が起こる可能性もありますので、私はええ六ヶ月ということが薬事承認されているならばですね、早めに打った方がいいのではないかなというふうに思います。このように述べ、二回目の接種から八ヶ月ではなく六ヶ月に早めた方が良いとの考えを示しました。